What's in my bag をやります。これが私の普段使っているトートバッグ。これはユニクロで買ったものなんですけど、期間限定だったのでもう今は売ってないです。中はこんな感じでたっぷり入ります。まず細かいものから紹介します。これはダイソーのなんかおしゃれブランドみたいなスタンダードプロダクツっていうところで購入した折りたためるタッパー保存容器です。今は折りたたんである状態なんですけど、開くとこのぐらい深さがあります。これはいつもお弁当箱、お昼とか夜ご飯を学校で食べるときはこのタッパーに入れてきます。でもう学校でお弁当箱洗っちゃって持って帰ってきてます。これ折りたためるっていうのと、柔らかいから洗いやすくていいんですけど、持ち運ぶとき気をつけないと潰れちゃうっていうのが難点です。このタッパーだけだとちょっと心配なので、なんか汁漏れとかしないようにこういうIKEAのチャックの袋にこのお弁当箱を入れて持って行ってます。こういう紙パックのジュース、これはお弁当のあるなしに関わらず、ちょっと研究して長くいるかなっていう時は1本持って行ってます。こういうのは安い時に通販で箱買いしてて、この2つは Amazon のブラックフライデーでかなり安くなったので買いました。次は巾着を2ついつも持ち歩いてるんですけど、こっちのミフィーちゃんの方から行きます。白のハンドクリーム、結構前に友達に誕生日プレゼントでもらって、もったいなくて全然使えてなかったんですけど、研究室で毎日ゴム手袋をしてこの爪の周りがすごいガサガサしてしまうので、せっかくいただいたし最近よく使ってます。ただこういうハンドクリームとか香水とかもそうなんですけど、匂いがきついと実験結果に影響を与えてしまうことがあって、私の研究もそうなんで、これは実験が終わった後だけ、行く時とか普段学校にいる時はつけないです。ただもう少しでも早く保湿したいので、これはいつも持ち歩いてます。ラネージュのリップなんですけど、ミニサイズで 3g だけ入ってるものになります。あとはこれいつも使ってるロム&のリップ、20番かな、ダークココナッツ、イエベなんでこういうブラウンリップをよく持ってます。これもロム&なんですけど、ゼロベルベットティント、これはあんま使わないけど持ってます。ヴィンテージトープです。これはもうみんな知ってるやつ、ザセムのチップコンシーラーで、すごく黒クマがひどくて、黒クマって血行不良とかじゃなくて影でできちゃうクマなんですけど、それをね隠すのにこのコンシーラーが一番いいので持ってます。こっちのグリーンのコンシーラーは肌の赤みとか赤いニキビを消すのに持ってます。これはもうめちゃくちゃ愛用してるやつ、デオトラント、あの匂いを抑えるバームじゃないですけど、こういうスティック状のやつで気になるところに塗ってます。朝塗ってから出るんですけど、長時間外にいるとなんか心配なので、これミニサイズでいつかネットで応募したらもらえたやつなんですけど、これも持ち歩いてます。大きいやつはいつも洗面所に置いてあります。でこれはコンタクトなんですけど、突然外れてしまったりすると心配なので、指で1日分入れてます。エバーカラーワンデーナチュラル、もう中学生ぐらいの時から韓国でカラコン買ってるんですけど、この前急に取れちゃってそのままカピカピになってしまったんで、今応急処置で日本のカラコン使ってます。これがミフィーちゃんの巾着の中です。次はこのゴールドの巾着、これはダイソーでずいぶん前買ったやつで、今売ってるかわかんないです。これは主に研究関係のものが入ってて、いつも荷物置くところと自分が研究するところが少し離れてるので、まあ細々したものはこの中に全て突っ込んで、荷物が置いてある部屋から研究室までこの巾着1個で迎えるようにしてます。私が小学生か中学生ぐらいの時におばあちゃんが作ってくれたバレエシューズみたいなちっちゃいポーチです。私持病があって頓服薬を持ち歩かないといけなくて、なのでこの中に薬を入れて持ち歩いてます。自分の薬以外にも鎮痛薬とか、あとアレルギー、突然ジンマシンが出てしまったりするので、そういう薬もいつも入れて持ち歩いてます。このねポーチを作ってくれたおばあちゃんは去年亡くなってしまったので、いつもおばあちゃんが
そばにいる感じがしたり、なんかここにね薬が入ってると安心する感じがあるので、このポーチをずっと使ってます。これはマスクなんですけど、いつもあの不織布のちゃんとウイルスブロックできるマスク使ってるんですけど、そのね紐が突然切れてしまったりした時に困るので、予備のマスク、これはあんまり感染対策はできないんですけど一応入れてます。これは iPhone の充電器、まあこれもちょっと研究者っぽいというか学生っぽいんですけど USB を持ち歩いてます。まあ主にこっちは授業とかレポートとか、今はそんな使ってないんですけど、学校の授業系でよく使ってるやつで、こっちは研究のデータとか急にもらうこととか逆に渡すことがあるのでこっちに入れて持ち歩いてます。あと私 Mac 使ってるんですけど、 Mac ってここのね先が違うんですよ。 USB-C なんで Mac 使ってる人があんまりいなかったりするから、まあそういう時でもパソコン使えるように、これは USB を内側に挿して、でこれを Mac に挿すと接続できるっていうケーブルです。でこっちはこれが普通の多分パソコンの USB で、こっちが USB-C なんですけど、ここをシュッてやると Android とかあと iPhone、iPad とかも充電できるライトニングの端子が出てきます。でこっちはというと、こっちも USB-C になってるので、まあ、Mac と何かをつなぐこともできるし、 Mac となんかパソコンとかをつなげることもできるし充電もできるっていう万能なケーブルです。これはなんかお父さんがクラウドファンディングをした時にもらったみたいで、私も愛用してます。あとはゴム、研究するときに紙が邪魔になる時があるのでその時用です。ミンティア、これ多分入れるとこ間違ったんだけど、なんかこういう口にできるもの、ガムとか飴とかは私いつも持ってます。今はこのミンティアです。でもこれすごいまずいので全然減らなくて困ってます。研究巾着の中身は以上です。次は筆箱、これは前紹介したのと同じやつなんですけど、また筆箱の詳しい中身は別の動画で紹介しますが、まあ今入ってんのはこんな感じで、ジェットストリームの4色プラスシャープペンのタイプ、黒のインクの予備をいつも持ち歩いてます。これは前に研究ノート書いてる時にいきなり黒のインクが切れてしまって、それがもう夜の10時とかでもう学校出ないとインクが手に入らないっていう状況に陥って、それがすごいトラウマだったので、もう必ず予備のインクは持ち歩くようにしています。これもジェットストリームなんですけど、これは黒のボールペンしか入ってないです。 0.5 無印のマーカー、名前ペン、シャーペン、これは 0.3 です。あとこれは iPad に使ってるペンで、こっちは Apple Pencil で、これは Amazon で買った中華の安いペンなんですけど、もう Apple Pencil は予備です。メインはこっちで、こっちの充電切れちゃったら Apple Pencil っていう感じで使ってます。あとは消しゴムと定規、筆箱はこんな感じです。次はお財布、三つ折りの財布を使ってます。最初は長財布が好きで使ってたんですけど邪魔だなと思って、二つ折りにして、で二つ折りも邪魔だなって思って、その二つ折りの財布がボロボロになってきた時にこの三つ折りの財布を買いました。あとはパスケースです。ここに定期とあと学生証も入れてます。化粧ポーチ、普段持ち歩いてなくて、なんか学校行った時にしまも友達の家泊まり行くとかっていう時にしか入れてないんですけど、中はねほんと汚い、こんな感じ、ちょっとビーラー汚いな。次は iPad、 iPad 2つ持ってて、こっちは iPad mini の第5世代で、と普通の iPad 何世代か忘れちゃったけど2018年のモデルです。最初は大学入学した時からこっちのやつを使ってたんですけど、 iPad mini を最近もらったので、まあ、ペーパーライクフィルムとか貼って使い勝手が良くなったらこっちに移行していく予定です。とりあえず今回は2つ入れました。またこの中身も別で動画撮ります。授業とかは全部 iPad1 台で済ませてるので、普段ノートとかを持ち歩いたりとかはしてないです。教科書とかも全部 iPad に入れてます。これは AirPods Pro です。これは Mac が入ってます。このケースはケイトスペードのやつで、これも多分もう今売ってない
ないと思います。パソコンが損傷を受けないように硬くなってて、この辺は撥水性があるものになってます。私の使ってる Mac です。これは MacBook Pro の13インチの2018年のモデルです。タッチ板もついてるやつです。まあ、ちょっと調子悪い時が最近ちょいちょいあるんですけど、バリバリ使えてて、授業 Zoom とかもこれで見て、動画の編集もこれでやって、で研究のデータまとめるのも全部これでやってます。で外で例えばスタバで作業したりとか、学校でなんかやるときにそのパソコンの画面を見られたくないときとかあると思うんですけど、そういうときにここ上がマグネットになってるんですけど、これを Mac のディスプレイに貼ると覗き見防止にできるフィルムです。これは Amazon で、まあ、よくわかんないんで試しに安いやつを買ってみたんですけど、めちゃくちゃいいです。光沢がない面と光沢がある面があって、こういうのも気分で使い分けられるし、ブルーライトカットもしてくれるのですごくおすすめです。これは持ち歩く時と持ち歩かない時があります。あとはこれは Mac の充電器です。こんな感じで私のバッグの中身は全部終わりました。今日紹介したやつは MAX で荷物が多かったらこんな感じっていう What's in my bag でした。授業を A で受けて、学校で研究するっていう時はもうちっちゃいハンドバッグに財布と定期とエアポッツと、あとこの巾着ぐらいしか入れずに学校行ったりもするので、いつもこんなお荷物なわけではないです。高評価とチャンネル登録してくださるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひしてから帰ってください。ということでサムでした。バイバーイ。